も辰巳です。今日も築地に来ております。築地は秋祭りをやっておりまして、でなんと名店銀座かがりさんラーメンですね、鶏白湯ラーメンも出店してるみたいなので、こちらも食べてみたいと思います。楽しみですね。やっぱり築地銀座は美味しいものがたくさんあります。皆さん割烹着てて、なんか創作料理とか和食の職人みたいな感じなんですよね。はい、はい、こちらトッピングでございます。お待たせしました。来た来た、はーはー、うまそう。来ました、これがかがりさんの鶏白湯ラーメン。上に柚子が乗ってますね。でおそらくこれが鶏のチャーシューと水菜ですね。ネギも入っています。そして白い白濁したスープ、ちょっと黄身がかってますかね。うまそう。さてさて麺ですね。あーなるほど、やはり塩ラーメンということで、まあ割と細めの麺ですね。で少し縮れが入っていて黄身がかった麺ですけども、どうやら歯ごたえがありそうですね。美味しそうだ。あ、鶏の香りがすごいしますね。これスープの味ですけど、これは絶対うまいぞ。あ、これうまい。でも結構濃厚なんですね。これ鶏の香りがすごく強くて、コーンスープのようなスープですね。とろみがちょっとあって、で柚子の香りが絶妙ですね。これは美味しい。水菜とでドロドロっていう、これは美味しいです。さてさて、おそらく皆さんが気になっているのはこちらのやっぱお肉でしょ。これはどこだろう、胸のお肉なのかな。それをじっくり煮込んであるのか、柔らかい感じがしますね。わ、柔らかい。これえ、めちゃめちゃ柔らかい。これこれ胸肉ですよね。多分胸肉って基本硬いお肉なんですよ。それをここまで柔らかくするっていうのはやっぱり仕事をされてますね。もうさすがでございます。名店銀座かがりさん、美味しいです。うん、まあ麺は進むよね。うまい。鶏白湯ね、濃厚ってうまいね。本当にこれはやばい。この外でこのスープの厚さを保つっていうことは、やっぱこの麺のドロドロさ加減なんでしょうね。やっぱドロドロしたスープってなかなか熱が冷めないんで、油も結構入ってるんだと思います。だからあったかいスープを外でも堪能できるっていうことですね。スープ熱っ、ずっと熱いな。これすごいな。これやっぱ長いことスープあったかいね。はい、というわけで食べていきました。本当に美味しいですね。鶏白湯でドロドロでスープが熱いで、もう水菜と柚子の相性も抜群。鶏肉はとても柔らかい。これは本当に美味しいですね。もう最高でした。またね、今度はお店の方に行って食べてみたいと思います。さすがでございます、銀座のキャタリさん。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。